こんにちは、私です。今日は〇〇の主役は我々だのメンバーさんの今までのスキンをすべて紹介していきたいと思います。当初は呪いを2の舞台である学校の敷地を使おうかとも思っていたのですが、グラウンドが若干狭かったので、今回は呪いを2の舞台から北東方面にある狭山市立の原中学校を使います。まずは YouTube に残る最古の動画シリーズ、親友5人とギスギスクラフト、知り合いとギスクラのシリーズですね。この頃は兄さんがいます。こうやって見てみると、小根島さん、シャオロンさん、宇津先生は本当に最初期から参加してたんですよね。マインクラフトの主役は我々だシリーズではロゴロさん、ゾムさん、トントンさんが参加しました。工場戦シリーズではヒトランランさんとオスマンさんが加わりました。マイクラ人狼シリーズではエーミールさん、ショッピさんを含め最大10人での動画もありましたね。ブルさんたちが参加していた頃の動画が非常に懐かしいです。ブルさんのスキンはいろいろ配慮あってか、この頃に地味に変更されています。ネバーランドではコネさんや大先生はマイクラアカウントごと新しいものに変更されてます。マイクラ版からだ探し、本来なら大先生も通常スキンであるはずなのですが、アカウント切り替えをしていないのかできなかったのか、いずれにせよなぜかネバーランドのスキンでの参加になっていますね。チーノさんが参加しました。てかチーノさんが加わってからもう3年半も経ってるんすね。そしてついに新スキンへの移行、これを気にシャオロンさんもアカウントを新しいものにしています。ロボロさんとショッピさんはアカウントは変えず ID のみの変更のようです。各メンバーが新しいスキンになる中、エーミールさんのスキンに変更はありませんでした。予告動画の大先生の声にしびれた人も多いのではないでしょうか。呪い鬼です。かなり細かく作り込まれたスキンです。そしてこの頃からいろいろなスキンを活用するようになってきます。次は大脱走。軍基地をテーマにしたシリーズで、虎蔵さんが制作に深く携わっていましたね。マイクラ大泥棒、大怪盗と名前は紛らわしいですが、こちらは警官と警官に扮した泥棒が主体の動画シリーズですね。皆さんの警官姿、かっこいいですね。次は呪い鬼に、呪い鬼の続編であり、舞台は狭山県にある学校です。動画冒頭で紹介した場所ですね。皆さんちゃんとランドセルを背負っております。次は伝説のマイクラ人狼、この小根島、演技派、です。この動画ではゾムさん、トントンさん、チーノさんがスキンに細工をしており、外側レイヤーを非表示にすると小根島さんのスキンが出てくるようになっています。その関係で3人の顔やらが若干大きくなっています。今度はマイクラ大脱走にです。こちらも舞台は狭山県内郊外のショッピングモールです。いつかの動画で紹介しようと思っていますので、乞うご期待。チーノさんの軍隊仕様にも若干のアップデートが入っています。さて、我々ださんのチャンネルを離れてサバ P さんの動画です。マイクラ大監獄24時ですね。大先生のこのスキンはインパクトありますね。背面はこんな感じに仕上がっています。全員顔が大きいことから察した人もいるかもしれませんね。ピクト人狼です。全員内側のレイヤーはピクトハウスさんになってます。小根島さんだけは内側レイヤーの黒い蝶ネクタイがないです。ついこの間最終回を迎えたマイクラ宇宙24時です。さて、やってまいりました、転落期です。こちらのシリーズは使ったスキンの数もキャストもダントツで多いような気がします。基本的にロボロさんとゾムさんは時代問わず同じスキンになります。シャオロンさんは劇中でも上着を着て登場したシーンと上着を脱いで登場したシーンがありましたね。毒ガス室から3人が逃げるシーンではトントンさんがモブ警備員役として演じていたようです。そして何と言ってもオスマンさんの登場にはめちゃくちゃ驚かされました。バレエ時代編では大量の緑の男が発生していましたが、その中の人として大先生、トントンさん、エミールさん、チーノさんがいるようです。またエミさんはなぜかペイントさんに扮した形跡もありました。こちらはマイクラ肝試し2022宇宙編のスキンです。これだけ取り損ねていたので別途録画しています。ゾムさんはフードが元のデザインに近いものになっていますね。ここからは私が何のスキンかわからなかったものを紹介していきます。コネさんはチーノさんのプロトタイプ的なスキンを試したことがあるようです。またここら辺のスキンはまだ動画では使っていないのかもしれません。私が見つけられなかっただけかもしれませんが、誰かどの動画で使われていたスキンかわかる人がいらっしゃいましたら教えてくだされば幸いです。大先生は毎回脱がされるようです。手先と足が真っ白なのは何なんでしょうか。ロボロさんはビンディケーターのスキンを試したことがあるみたいですね。あとこの虎のようなスキンも可愛くて好きです。このゾムさんのスキンは確かゾムさんつるっぱげ会みたいな動画があったんだと思います。どれだったかは調べられなかったんですが、記憶の片隅にコネさんが大笑いする光景が浮かびます。間違ってたらすんません。ゾムさんのこのヤバそうなスキン、一体何なんでしょうか。
この目隠ししたスキン結構あるんですが、結局何に使われたか知ってる人がいたら教えてくださると幸いです。これはチーノさんが動画に登場する以前のスキンだと思います。では最後に全体をダイジェストで見てみましょう。こうやって並べると超大量のスキンが存在しますね。ということで今回は〇〇の主役は我々だ3の全スキン紹介でした。ご視聴ありがとうございます。